はい、皆さんこんにちは、ラクサンコクです。今回はアサリ、ホタテ、ホッキ貝の串焼きを青さソースのタレとともに仕上げていこうと思います。基本となるつけだれは醤油、酒、みりんの合わせたもの。串に刺して200度のオーブンで10分焼いていこうと思います。さて、うまくいくかどうか頑張ります。ホッキ貝の串焼きの完成です。
速実食に行きます。いただきます。貝のコリコリとした食感と磯の風味、青さソースのまろやかな香りがうまく溶け合って、お茶受け、酒の魚にも最高な一品となりました。今回もご視聴どうもありがとうございます。それではまた。